どうも、谷口正孝です。今回の動画は、また期間結構空いちゃったんですけど、1月23日にやった、ケンシロウ選手対、カニサレスの WBC、WBA の、ライトフライ級のタイトルについて、感想を言っていけたらなと思います。試合結果は、113対113が1人、114対112が2人の、ドローを2ポイント、2ポイントの、すごい僅差の判定でしたね。僕がした中の採点は113対113のドローだったんですよ。だから今のケンシロウ選手にそれだけ肉薄したカニサレスの強さが浮き出ましたよね。なんか一緒の階級であんな腕振ったやつおってちょっと怖いですけどね。でも試合展開に入っていくんですけど、並んだ時にケンシロウ選手ってライトフライでも身長も体も大きいんですよ。カニサレスパッて見たとき、カニサレス身長はそんな高くないんですけど、体やばくなかったですか？今まで見たカニサレスと全然違ったんですよね。あ、そうなんですね。はい。なんかコメントとかでやってんじゃないですか？まあ世界戦なんでそこはやってないと思うんですけど、めっちゃでかかったんですよ。まあ、色とかもあるんかな。ちょっと褐色だったんで、ゴリゴリに見えて、見るからにパンチ力ありそうな感じでしたね。で、僕の印象としてはカニサレスって、小西玲也とか木村翔さんとかの見てると結構アウトボクシングも上手いんですよ。アウトボクシング上手いのにこのゴリゴリだとめちゃくちゃ強いんちゃうかなと思ったらめちゃくちゃ強かったですね。で、始まってすぐぐらいの時に狙ってなのかたまたまなのかわかんないですけど、ケンシロウ選手のジャブに対してカニサレスがいきなり右を合わせたんですよ。ケンシロウ選手ってジャブめっちゃ見にくいのがもう代名詞じゃないですか。それに対して初見ぐらいの勢いやのに、それに対して右を合わせたんですよ。これ狙ってやってたらカニサレスすごいですよ。多分まあ初っ端の初見なんで本当たまたま出した瞬間に合わせたと思うんですけど、それのタイミングが合ってたんですよね。で、ケンシロウ選手は初回やからいつも通りこうジャブから入って距離感で探ってたんですけど、カニサレスがそのケンシロウ選手のジャブの内割りに対してブロックして、もうフルスイングぐらいのパワーパンチを2、3、4ぐらいで追っかけるんですよ。で、それをこう、ケンシロウ選手受けるんで、カニサレスの見栄えはいいんですけど、これ一覧の上からこんなに食って、カニサレススタミナ大丈夫なんかなって思いましたね。うん。結果的に見ると、持ったんですけどね。ただ一覧の上のあんだけ振り回してて、持ったカニサレスはすごいですね。で、ケンシロウ選手ってこう、ジャブに、毎回言うんですけど、ジャブに目が行きがちなんですけど、ショートのワンツーとか、ロングのワンツー、いきなりの右ストレートとか、めっちゃうまいんですよ。で、そこで、カニサレスと打ち合ってる中の、ショートのジャブワンツーが、めっちゃキレキレなんですよ。もう、すごいあれは。もう多分あれ、立ち合うと、こう外側から来るから、めっちゃ見にくいと思うんですよね。ただ、僕がその時に感じた印象は、振りに付き合ってなのか、カニサレスの。いつもよりなんかこう、距離がちょっと近いのかなって思いましたね。うん、今回の試合を通して、ケンシロウ選手、こう、距離がちょっとこう近くなってるのかなっていうのは思いました。うん。で、まあ最後にどんでん返しが来るんですけど、今回、最近の試合、ちょっとこう距離が近くなってるのかなって思いますね。で、2ラウンド目にケンシロウ選手ダウン取るんですけど、カニサレスの右オーバーを1回もらったんですよ。カニサレスの。バーンってもらって、カニサレスがこうやって右オーバーバーンって打って、おって下がって若干ダメージあった時にカニサレスがこう左フック打つ瞬間にこの右ストレートをここに打つんですよ。ちょっと下がりながらやけどカニサレスの右もらった、ちょっと下がりながらカニサレスが追撃で打ってくる時に右ストレートをこめかみに打ってカニサレスが効いてダウンなんですよ。で、そこからすごいのがカニサレスダウン取って効いてたんですよ。そっからの追撃がもうバーって仕留めに行く振るんじゃなくてめっちゃコンパクトなんですよ。しっかりと圧力かけて、冷静にカン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 って打ち分ける、あの追撃の仕方は、やっぱもう倒し慣れてるなって思いましたね。うん。もうすごいなって、攻撃力やっぱすごいですね、両方とも。結構足に来てる。来た感じだと思います。ケンシロウ選手は、要所でボディストレートがめっちゃうまいですよ。ロングからバーン、右ジャブ打って、右ストレート見せました。右打った後、不意にボディストレートが持っていくんですよ。あれ、カニサレス効いたと思いますよ。で、
カネサレスのジャブもいい、ケンシロウ選手のジャブに目が行きがちなんですけど、今回の試合結構カネサレスのジャブもガコンってケンシロウ選手に当たってたんですよ。カネサレスこうやっぱまっすぐのパンチもすごいなって思いました。でダウン取られてからダメージ回復するまではカネサレスこう振りながら仕掛けるんじゃなくて、ブロックしてケンシロウ選手の内割りにリターン打ってちょっとこうしのぐような感じでしたね。でこれでまたね3ラウンド目にカニサレスが今度逆にダウンを奪い返すんですよ。ここがフックだったんですよ。最初カニサレスがこんな感じで左フック当てて、こっから右の追撃をしようってなった時にケンシロウ選手左フックもらったけど、あ追撃が来るってなってすぐ体勢立て直してカニサレスの右に対して合わせようとするんですよ。そしたらカニサレスが思ったよりこうこの外側にこう振ってて、でカニサレスの右のタイミングの方が一瞬早くてケンシロウ選手ここでバッてもらって膝ついちゃったんですよね。あそこのお互いの攻防もすごかったです。カニサレスはフック当てて追撃を打つみたいな。ケンシロウ選手はもらったけど追撃にカウンターを合わせる、そこの一瞬のタイミングがカニサレスの早かったんですよ。おおすげえと思ってスローモーションで見てるのすごいっす、ね、もうちゃんとこうどういう流れになったかめっちゃ考えましたからね。カニサレスがこうやってこうフックって当たったこっからこうで、そのカネサレスもこうまっすぐ言うとカウンターもらうっていうの分かってるから体をずらすんですよ。もうレベル高い。でさっきも言ったんですけど全体通してお互いの右のタイミングがめっちゃいいんですよ。でその中でもケンシロウ選手はいつものこうジャブを打って相手が来たら分引いてまたジャブ打って右返すとか、相手が下がればどんどん出ていくっていう印象ではなくて、この中でこうやり取りしてるなっていうのがあったんですよね。今まではケンシロウ選手がこっちだとすると一歩遠かったんですよ。ケンシロウ選手がこうバンバン当てて相手が下がればこのまま行く、相手が来ればこのまま下がる、それが今回ちょっとこうここでガン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 ってこう戦ってる印象がすごい強かったですね。今ちょっと分かりやすかったですかね、どうだろうただそこで続けれるのはケンシロウ選手ここも強いんですよ。ここもめっちゃ強いのにここの打ち合いも強い。だからカリサレスの方がこう削られてる印象があったんですよね。がっつりもらってる印象もありましたし、ただそこでカリサレス削られてはいるけど下がらんともう振り回して押し返したりしてたんです。カリサレスのこう気持ちも強いなと思いましたね。中盤以降になってカリサレスがちょいちょい下がってくるんですよ。今までこうブンブン丸で来てたのがちょっと下がりだしたんですよね。これは削られてあるか意図的なのかは多分削られてだと思うんですよ。でケンシロウ選手のストレートがめっちゃ この辺から印象良くて、カニサレスがブロックするんですけどケンシロウ選手のストレートでこうカニサレス弾かれるんですよ。クリーンヒットじゃないけどやっぱこうガンって受けるのと弾かれるのとでは印象が全然違うくて、ただねこのカニサレスこの後バンって印象持っていかれるじゃないですか。その後振り返すんですよ。振って一発でも当たるとどんどん出てくるんですよ。なんかもうやりにくかったやろな。でその辺からカネサレス前半は休んで終盤の30秒からブンブン丸の構図になってきたんですよね。前半ケンシロウ選手がこうしっかりと攻めてるけどそんなにこう構成はあるけどクリーンヒットまああるよねぐらいなのが、30秒切ったあたりからカネサレスがブンブンで出てよしよしでこうケンシロウ選手もらってるなーって、しかもこうロープやしなーっていうのがあって、なんかそこで結構採点も分かれたと思うんですよ。僕はこのカニサレスの印象の持ってき方がうまかったんで、こういう時ちょくちょくカニサレスにつけてたんですよ。でカニサレスの 3,4 連打でケンシロウ選手結構追撃が来たら足じゃなくてブロックするんですよ。 3,4 発こうブロックしたらやっぱ受け切るとやっぱほどけるんじゃないですかね、ある程度。カニサレスそこをつくのがうまいですよ。ガン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 って4発 4,5 発打ってケンシロウ選手がちょっとこうバランス崩して立て直す前に打つんですよね。ああいう見栄えが良かったですね。僕がこうケンシロウ選手に感じたのはそこなんですね。ブロックじゃなくて今までのように足を使えばもっと楽になるんじゃないかなって、それが終盤まで続いたんですよ。11ラウンド12ラウンド目になってもう大どんでん返しが来たんですよ。このままの流れでいくと本当にどっちが勝つかわからない、もう取って取られてのシーソーゲームだったじゃないですか。でその中で僕は11ラウンド開始時点でカネサレスが2ポイントリードだったんですよ。本当ですか。僕の採点なんですかね、僕の採点はカニサレスのこのやっぱ30秒の見栄えがやっぱどうしても持っていくんですよね。2分半ケンシロウ選手が悪くはないんですけど
攻めてるけど、そんなこううおってなるような攻撃ではなくて、ラスト30秒のカネサレスのこの振り回し、しかもロープ際なんで、それの印象が強かったんですよ。このままずるずるいったらどうなるかなって思った時に、11、12からまさかの検証選手が今までのスタイルに戻るんですよ。さっき言ったここじゃなくて急にここの距離になるんですよ。もうめっちゃこうステップを取りながら、軽いジャブ、強いジャブ、軽いジャブをポンポンポンって打って、カニサレスが振ってきた時に合わせるんじゃなくて、砂漠カンカンカンって打ってきたところを、今まではここでこう右を打って利かしたりしてたんですけど、検証選手がもらうリスクもあったんですよね。でも11ラウンド目、12ラウンド目はそのリスクを取らずにポンポンポンって打って、カニサレスが来たところをしっかりとさばいて、もう一回ジャブを打つっていうのに切り替えたんですよ。これもめっちゃすごいなって思って、試合中の中でスタイルを変える自体めちゃくちゃ難しいんですよ。ずっとこうやったものを急にこういうのを、作戦ではあるんですけど一瞬なんですよね。検証選手2ラウンド続けてこれを作ったっていうのはめちゃくちゃすごいですよ。でしかもシーソーゲームでどっちにポイントが流れてるかわからない中で、賭けみたいなものもあったと思うんですよ、正直。それをする遂行能力、もうあれはほんまにすごいと思いました。こんなに臨機応変に戦えるんやと思いました。カニサレスも今までよっしゃみたいな、こう振れば当たるっていう考えだったのが、振ってもすかぶるんでめっちゃ戸惑うんですよ。検証選手ってもともとジャブでポイントを取れる選手なんですよ。だからそれをしっかりと11、12やりきって、あ、僕検証選手がこの2ラウンド最後取ったからドローだなと思ったんですよ。何回も言うけど、あれはほんまにすごい。11、12ラウンドも世界戦の最後の最後、しかもポイントがどっちかわからない中で、あれを切り替えれる検証選手のこの弾力っていうんですか、すごい。メンタルも強すぎでしょ。メンタルの面になると、ケンシロウ選手こうボディとかバーンって打って、カニサレスが下がるとちょっとにやけながらプレスかけるんですよ。その時にこの人ちょっと怖いなって思った記憶はありますね。だから今回ほんのメンタルの強さに驚きましたね。中盤ちょっとこうケンシロウ選手飲まれてきたかなと思う場面も確かにあったんですよ。そこをこう盛り返してあれに持ってくるのはもう拍手ですよ。あれを見てめっちゃ興奮しましたもん。もう凄さに、頑張ろう。一緒の会議やし。で、まあこんな感じで、ケンシロウ選手対カニサレスの、まあ遅れたんですけど、まあ僕の試合展開解説と、まあ僕なりの採点でしたね。僕はやっぱカニサレスのこう最後の構成を取ったから、ああいうポイントになったって感じですね。だいぶ遅れたんですけど、皆さんも、私、僕はこういう採点だったとか、もっと離れてると思ったとかっていうコメントがあれば、ぜひ読ませていただくので。お願いします。あとね、もうずっと言ってるんですけど、チャンネル登録をよろしくお願いします。もう、目指せ、万人。ミーハーなんで僕、もう1万人いったっていうのがあれば、まだ頑張れるんで、力になってください。で、まあこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございます。